いや35年待った甲斐があったと、まあ、待ってたわけじゃないですけどね。結局僕らが本当小僧の頃にこの映画を見て、多分世界中の人たちが影響を受けてフォロワーというかそういう映画がいっぱいあったと思うんですけど、その全ての映画を全部なしにするぐらい本物だったっていう感じがしますね。正しい続編ってこれなんだっていう、本当にいいもん見れた。なんかこういうのってあるじゃないですか、がっかりするんじゃないかみたいな嫌な予感とかね、そういうの本当にね、見事にこういい意味で期待を裏切って本当に素敵なものを見せていただいたなと思いますね。いやでも本当この映画を見てオリジナルのを見るとまたで、それでもう一回これを見るとですね、よりグッとくるところがあるんじゃないかなと。本当は多分ここから見ても大丈夫だと思いますし、なんでだろうと思ったことが全部後でね分かる。見てた我々の方が多分幸せの度数としては高いと思うんでね、ぜひ見てからこうね劇場に来てもらうといいかなと思います。これ多分絶対この音はね、家のテレビのスピーカーとかでやったら絶対割れますからね、絶対これは本当劇場で見てもらいたいなと思いますね。正しいっていう字ですかね、正しい正当なる続編っていう感じがしましたので、正しいという思います。